演舞開演。どうも、本日は こちらシャトレーゼの醤油豆餅を食べたいと。醤油、なんかお菓子というよりは主食っぽい名前ですね。どんな、いやちょっと汚れそうで怖いですけど、まあ、ではいただきます。もっちり甘くて香ばしくていろいろ感じられますね。中に入っているお餅はみたらし団子のような甘めの醤油だれなんですけど、ちょっと香ばしさもあって、そこに豆の食感が入って、もちっとした食感、豆の食べ応えのある食感、醤油の甘さ、辛い香ばしい感じ、タレが口の中に広がってとっても美味しかったです。みたらし団子の新しい食べ方といった感じですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。